会ってない人たちにこんにちは、忙しいところに遠いところから来てくださって本当にありがとうございます。来たくて来なかった方々にも感謝いっぱいです。栗千葉のおばちゃん、カウンティナのおばちゃんのことを思い出して、本当は来たかったけど遠野落としで来れなかったですね。でも気持ちで分かりますから本当にありがとうございます。カウンティナのおばちゃんは今は95歳ですね。95歳、すごいですねありがたいね。栗千葉のおばちゃんは今は82、誰か知ってます？栗千葉のおばちゃんは82です。82歳、すごいね家族の皆様、よろしくお伝えください。それから会ったら深いハーブしてください、私の代わりにね先生に素晴らしい供養をしていただきまして、心を込めて感謝いたします。ありがとうございます。皆さんにたくさんのご光臨いただきまして心から感謝を申し上げます。兄は68歳で亡くなりました。その時に、ね、アリスさん7時頃だった、朝の7時頃にいつものように、リビングルームまで行って、それからアリスさんの横に座ってテレビを見ながら居眠りして穏やかに行ってしまった。誰でもそんな死に方欲しいわね病気にかからないで苦しまなくて。そうね、父が亡くなった時に兄は20歳だった。やっぱり長男ですから責任を持って一生懸命真面目に仕事をして、アリスさんと結婚して素晴らしい3人の子供さんが生まれてとても幸せだったと思います。兄はあまり、パーチとか賑やかなところは、好きじゃなかったけど、でもホームにいる時にはいつも、孫たちとお菓子とか飴を食べさせて遊んでいました。一つ思い出したことがあります。私が6歳の時に1年生に入学して先生から聞かれました。あなたは兄弟は何人ですか？兄弟6人です。みんなで5人男の人で1人私女の子です。それで長男の名前は長男の名前兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん。うちへ帰ったら母が聞いてくれました。今日学校どうだった？楽しかった。先生から兄弟何人とか長男の名前を聞かれました。長男の名前なんと言った？兄ちゃん母は大笑いして、兄ちゃんじゃないよ、かつよし。父はかつみ、かつ。母はよしこ、かつよし。それが初めてお兄ちゃんの名前を分かりました。今でもお兄ちゃんですよ。今日はお兄ちゃんの40日、いつでも私たちのお兄ちゃん。私は毎日
神様と話してると、神様お願いお兄ちゃんをお世話になります、お兄ちゃんねビールが好きだったからビール飲ませて、神様たくさん楽しむことさせてください。そうですよ皆さん、毎日ね私たちね神様と話すると、ご先祖様、祖母、祖父、父親、母親、亡くなった兄弟たち、おじさん、おばさん、いとこたち、お友達たち、親戚の人たち、主人のファミリー、みんなのことを神様お世話になります。皆さん経験がありますと思います。ものすごいです、すごいです、すっごいエネルギーが与えてきて、光がピカピカして、みんながありがとう、私たちのこと忘れてないのね。皆さん頑張りましょう。毎日神様と話しましょう。神様お世話になります。すみません、私感動しすぎて。皆さんはスペシャルの方ですから、今日はファミリーが、スペシャルのちょっとしたお茶を作って、皆さん最後までこうゆっくり楽しくみんなと話してください。Obrigada pela presença de todo mundo. Eu sei que todo mundo tem muitos afazeres, né? Afazeres do dia a dia, moram longe. Obrigada pela presença dessas pessoas que não estão presentes aqui, mas que estão com muita vontade de vir. Agradecemos profundamente. No momento eu lembrei da tia de Curitiba, a tia de Campinas, né? Que elas com certeza gostariam de estar aqui.Orar é tudo de bom, cada um na sua crença. Pedimos para que nosso Pai Criador receba o meu irmão Katsuyoshi para a vida eterna, desfrutando do paraíso celeste. Hoje está fazendo 49 dias da partida dele. As famílias se reuniram desejando a união e o bem de todos.